コロナ禍ということでいろいろ我慢したりとかいろんなものがあると思うんですけど、私たちも今日こうして地域のお祭りのステージに立てること、とっても嬉しく思っています。今日は最後まで皆さんの一人一人のお顔を見ながらパフォーマンスしていきます。それでは皆さんにこの曲送りたいです。聴いてください。赤城団で桜超特急。黒板に書いては消して